ペテルブルク路面電車機械工場はかつてロシア連邦のサンクトペテルブルクに存在した輸送用機器メーカー。地元のサンクトペテルブルク市電向けの電車を中心とした路面電車やトロリーバスの製造を行っていたが2013年に倒産した。1934年の創業開始時から1960年代までは車両修理工場。 1970年代から1990年代初頭までは、レニングラード都市電気車両修理工場という、社名であった。ペテルブルク路面電車機械工場は、もともと、レニングラード市電で使用される電車をはじめとした、車両の修理を手掛ける工場、車両修理工場として計画された経緯を持ち、1929年に、設立後同年から建設が始まった。一方、 同時期のレニングラード市電では、大型ボギー車の大量導入が検討されていたが、市電の車両基地の設備では、量産に適さず、新たな施設が必要となった。そこで、この修理工場を路面電車車両の生産に用いることが決定し、設計を変更した上で、翌1934年5月15日から、創業が始まった。 1930年代から1940年代初頭まで LM-33 の製造が行われたほか、市電で使用されていた従来の電車の修理も担当した。だが、第二次世界大戦中に勃発したレニングラード、包囲戦の影響で路面電車車両の生産は中断され、工場は弾薬の生産や戦車、自走砲のエンジンの修理に用いられた。 車両の製造が再開されたのは開放後の1944年からとなり、1949年から作られた LM-49 以降は、レニングラードデン以外の路面電車への導入も開始された。1966年には、初の連接車となる LVS-66 が試作されたが、本格的な連接車の量産は1980年代。 後半から製造が開始された LVS-86 以降となった。路面電車車両以外にも1981年からはトロリーバスの生産にも着手し、ソ連各地の都市へ導入された。また、1970年代から1980年代にかけてはレニングラード都市電気車両修理工場という社名を名乗っていた。ソビート連邦の崩壊後、 同社は携帯を合資会社に改め、社名もペテルブルク路面電車機械工場に変更した。その後も引き続き、レニングラード市電改めサンクトペテルブルク市電向けの車両の生産を続けた一方、シベリア地方をはじめとしたタトシへの導入も本格的に視野に入れた車両開発を進め、1999年以降、量産された LM-99 は、首都、 モスクワにも導入された。また2005年からは、車内の一部の床上高さを下げ、バリアフリーに対応した部分超低床電車の生産に順次移行し、ロシア連邦やウクライナ各地の路面電車事業者向けに多数の車両が作られた。2003年には、ダイダロスグループの完全子会社となり、2011年には、同グループの参加企業であったワゴンマッシュが手掛ける、 地下鉄車両の量産も可能とする工場の拡張計画も発表された。だが、同時期には、サンクトペテルブルク市電をはじめとした各地の需要減少に加えて、製造車両の信頼性低下が重なり、ペテルブルク路面電車機械工場の経営は悪化の一途をたどった。その結果、2012年に、ウクライナマリウポリ向けに製造された電車を最後に生産が停止し、 2013年5月に破産宣告が下された。負債総額は18億ルーブルで、うち13億ルーブルはロシア貯蓄銀行からの融資分だった。経営破綻後も工場の建物は放置されていたが2015年3月31日に500平方メートルが消失する火災が発生し、翌2016年から2018年にかけて建物及び内部に放置された。 製造途中の車両の解体が行われた。跡地には立地条件の良さを生かし野菜専門店を建設する計画も存在したが、最終的に2014年に実施された入札で、スウェーデンのビティ社が落札し、住宅地として再開発されることになっている。以下、太字で書かれた形式は、量産が実施されたものであるほか、路面電車ランデと記されている。 形式名については、は、運転台や主電動機、終電装置を備えた電動車、は、それらを有していない付随者を示す。ボギー車連接者、ありがとうございます。